こんにちは、歌の時間です。前回からちょっと間空いてしまいましたけど、またよろしくお願いします。では、します。初めて来たのに妙に懐かしくて、陽気なメロディーがなんか切なくて、ドアでぐるぐる頭に回っているよ。それはっていうか最初に来たけど、ポップっての何意味。アナログレコードだけの昔、僕らの日々はただカラカラで、ラジカセばかでかい音で鳴らし、廊下でステップ踏んでいた。ネットもメールも使いこなす、僕らは逆にもっとシャバダバで、スマホなくしたらそれだけで絶望に立ち尽くしている。チュルチュルプニュプニュ、君のタピオカミルクティー、こぞってかき混ぜて、時期に忘れるよ、でもいつかまた会いたいね。初めて来たのに変に懐かしくて、キャッチなメロディーがどか切なくて、興味ないふりしてちょっと気になるの私か、君はっていうかぶっちゃけ聞くけど、トップってどんなピーネたどりな親戚の集まりで、母の若いフォトを見ていたら、ここんとこお気に入りのあの子とほぼほぼそっくりさんでした。はとしてぐっときて、僕は単なるかき氷削って飾られて、あちゅう間に溶けていってなくなるよ。淡いピンク涙の水たまり、最初会った時から妙に懐かしくて、笑顔を見るたび切なくなって、そうだよ今夜頭がもがいているよ。もういいよ、誰かどうにかしてちょうだい、この胸の痛み。初めて来たのに妙に懐かしくて、陽気なメロディーがなんか切なくて、ドアで自然に体動いているよ。あとっていうかもう一回聞くけど、ポップってどんな意味ねえ。初めてのはずなのに、っていうか最後に聞くけど、この曲どんなフィール。